いたします。日本は世界に先駆けて水素社会を実現させていきます。関係大臣は政府一体となって取り組むための基本戦略を年内に策定してください。特に2020年に4万台規模で燃料電池自動車を普及させるため、水素ステーションの整備を加速させる仕組みを作るとともに、水素ステーションに関する規制を合理化するため、海外の規制や国内のガソリンスタンドとの比較も念頭において総点検をしてください。生産から輸送、消費に至る国際的な水素サプライチェーンの構築を牽引するのは、大量かつ安定的な水素需要を生む水素発電です。サプライチェーンの構築と水素発電の本格導入に向けて、多様な関係者の連携の基礎となる共通シナリオを策定してください。再生可能エネルギーについては、その導入を一層強力に推進していきます。関係大臣は連携して本日決定したアクションプランを着実に実行してください。ありがとうございました。